はい、ナオズーです。今回紹介するのはデゴシティの黄色のショベルカー60420です。袋は6でパーツは633個、シールシートが1枚で説明書が1冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグは3体です。作業員の女性、上半身新パーツになってますね。シルバーのプリントいい感じですよね。顔はこの一つだけになってます。手には無線機を持ってます。作業員の男性、上下新パーツということで、かなりプリントが細かく入ってますよね。いい感じだと思います。で、手には電動ハンマー持ってますね。ということで、イヤーマフ付きのヘルメットをつけてます。顔はこの一つだけです。それと設計士、手に持ってるのは図面をイメージしたパーツだと思います。これ60363のアイスクリームパーラーの店舗だと思いますね。プリントパーツということでいい感じだなと思います。あと顔はこの一つだけになってて、それとヘルメットパーツを紙パーツに変えることができるようになってます。次に上下セット見ていきます。まずはバリケードです。全く同じものが2つついてますね。で、バリケードというとこの辺りイメージされる方多いかなと思うんですよね。大きめパーツに足パーツとか、あとこういう蛍光灯パーツを組み合わせたものが多かったかなと思うんですけど、今回のやつは、タイルにちっちゃなパーツを組み合わせているということで、バリケード以外に例えばこうやって外してあげれば車両にくっつけて遊んだりすることもできますよね。これすごくいい仕様だなと思いました。ちなみにこれプリントパーツです。まあ、具体的にお見せすると、例えばね、この辺にパチッと取り付けるだけでもいいと思うんですよね。さっきのこの辺りの
パーツだと、まあ、バリケード以外手すりとか、まあ、そういう感じでしかね、なかなか使いづらいかなと思うんですけど、まあ、こうやって車両につけたり、あと建物につけるのもいいですよね。こういうのすごくいいなと思います。それともう一つ、瓦礫パーツがついてました。数としては11個、種類としては3種類ついてます。そしてショベルカーです。かっこいいですね。今までショベルカーいくつかね、紹介してきたかなと思います。大小いろいろありましたけど、だいたいこれくらいのサイズ感だったと思うんですよね。結構ね、小さめだったと思います。それが今回この大きさで、かつすごくリアルにできてますんで、これはね、かなりいい感じじゃないかなと思いますね。サイズ感見ておきましょう。この状態で全長約29センチ、高さが約18センチで、横幅が約11センチになってます。まずはブームの動きから見ていきましょう。ブーム一番上でこの状態、下で、ここまでかな、動かすことができますけど、ここはバケットがね当たっちゃうんですよね。なので、角度としてはこの辺りになるかなと思います。でブームの内側、油圧シリンダーみたいなのがついてて、こんな感じで伸び縮みするようになってます。これすごくリアルですよね。でその次、ここ関節があるっぽく見えますけど、これ固定されてますんで動かすことはできません、動かせるのはこの位置になりますね。この黒いアーム部分をこんな感じで動かすことができるようになってます。これ結構ね、可動域が広いのでいい感じだなと思いました。これもこちら側、油圧シリンダーみたいなのがついてて、こうやってね見ることができるようになってます。いいですよね。で先端のバケット部分、これで一つのパーツです。新パーツですね。凹凸もちゃんとついてるので、これはいいパーツだなと思います。でここにもヤスシニダーついてますね、内側がここまで、で外側はググググっとここまで広げることができるようになってます。これもいい動きしてますよね。さっきのブームアーム、そしてこのバケットということで、本当に遊びやすくできてるんじゃないかなと思います。でブームの上のところなんですけど、このコードパーツがねついてるんですよね。これすごくいいですよね。実際のね、ショベルカーについてそうな感じのものなので、やリアルでいいなと思いますね。あと付け根部分、プリントのメーターパーツがついてるんですよね。まあ何なのかちょっとわかりませんけど、ついてるだけでかっこよく見えるのでいいなと思います。でその手前、ちょっとしたスペースがありますよね。奥にははしごもついてますし、ここに登るためのはしご、多分これじゃないかなと思いますんで、ここを使ってこうやってね、登ってさらに登ってエンジン部分に行くみたいな感じで遊ぶこともできるかなと思います。これいいですね。でその反対側には運転席があります。これもね細かくできてますよね。ここにもなんかメーターパーツがついてるんですよね。こういうところすごくいいなと思いました。で運転席周りなんですが、フレームパーツついてるのと、ライトもねありますし、上にはオレンジの蛍光灯もついてます。でここ全体をカパッと外すことができるようになってます。これ遊びやすいと思います。中はこんな感じです。いいですね。ハンドルパーツではなくて操縦用のレバーパーツが両サイドついてますね。真ん中にはプリントのパネルパーツということで、ここかっこいいなと思いました。でその後ろポッチがありますんで、もちろんミニフィグを座らせて固定することができるようになってます。紙がね、後ろ出っ張ってますけど、ちゃんとへこんでるんで問題なく座らせられるということで、よくできてるなと思います。でもちろんこの状態で、ルーフ、それから風防を戻すことができるようになってます。かっこいいですよね。前からもしっかり見ることができますね。でその後ろ、エンジンがね入ってる部分になりますね。上にカバーがついてますよね。実はここ開けることができるようになってます。さらに中にそのエンジンが入ってるんですよね。そしてこのエンジンをカパッと外すことができるようになってます。拡大するとこんな感じですね。前はプリントパーツになってますね。まあ、全体的にねやっぱりメカメカしくできてると思いますんで、これは嬉しいなと思います。で中は結構広くできてますんで、エンジンの取り付け取り外しが簡単なんですよね。これ遊びやすくていいなと思いました。でその横部分、ここグリルがついてますね。これ反対側にも同じものがついてるんですよね。ここ黒と、まあ、オレンジがかった黄色の切り返しラインがありますけど、これパーツで作ってるんですね。これいい感じだなと思いました。これシールだったらこんな風に立体感は出ないので、この立体感がねリアルでいいなと思います。それとこっち側の出っ張り、これなんですけど、おそらくマフラーじゃないかなと思います。間違えてたらごめんなさい。でこれなんですけど、今こっち側についてますよね。これ反対側、こちら側と入れ替えて、付け替えることができるようになってます。
で、リア周り赤白警戒色ここありますけど、これシールになってます。真ん中部分には象のイラスト、これもシールですね。で、テールランプ赤のクリアパーツになってて、このあたりも全部パーツで作ってますんで、ここもねすごく立体感が出てるんですよね。いい感じじゃないかなと思います。あとこの本体全体をぐるぐるぐるーと360度回すことができますね。どっち向きにも回すことができるということでいいですよね。続いてクローラー部分見ていきましょう。クローラーパーツとしては小さいのがついてますよね。なのでこういう硬いところでもしっかりスムーズに動いてくれるということで、これすごくねリアルな動きになってますよね。で、よく車体の真ん中に、下の部分にねタイヤが入ってたりしますけど、これは入ってないタイプになってます。それでもこのちっちゃいパーツなんでこうやってスムーズに動かせるということで、これよくできてるんじゃないかなと思いました。これクローラーパーツの内側に前後にタイヤがついてるんですよね。で、上のところライトグレーのパーツがね見えると思いますけど、あそこと、ここにリングパーツがついてるということで、まあこんな感じ、もう本当にスムーズに動くようになってます。ということで、まあこんな感じで超高速移動させることもできるんですよね。これはねよくできてますね。で、もちろんガラガラガラーと進んでいって、で本体ぐるっと回します。で、ブームとアームを使って、こうやってね、ここはもう手になるかなと思いますけど、バケットに、瓦礫を入れたら持ち上げてぐるっと回して、またね、こう進んでいって、また別のところで、ダーッと下ろすという感じで遊べるかなと思います。これは楽しめると思います。はい、いかがでしたでしょうか。ショベルカーかっこいいですし、すごくリアルにできてると思います。ギミックもしっかりついてますんで、楽しめるセットになってるんじゃないかなと思います。このセットのパーツ数は633個です。以上、レゴシティの黄色のショベルカー60420を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。